はいどうもこんにちは、加納一馬です。皆さんご存知でしょうか？ネットフリックスが値上げをしました。大体のね、値段はこんな感じです。まあいろいろプランにもよりますけども、まあほとんどこう2、300円ぐらい変わる感じですよね。これがね、高いのか安いのか、まあ、人によると思いますけど、そのテラスハウスしか見てない人からすればね、ちょっと高いなと思うかもしれないですけど、まあ、でもドラマとか映画がね見放題ですから、ネットフリックスってのは。もう最近も、ジャスティスリーグ、銀魂、イット、そんなものがね、ラインナップに入ってきてますから、いやもうこれはもう俺は全然ね高くないと思いますよ。安いぐらいだと思います。なので皆さん気をつけてください。これがね実施されるのは9月からみたいなんで、知らなかった方はご存知ください。それではテラスハウス30話の感想です。まずはノア君が女子部屋からセイナさんを連れてプレイルームに行き、そこでデートに誘うんですね。ちょっとランチにでも行きませんかと、っていうかまあデートしてくださいと、そういう風に誘うんです。そうするとセイナさんも、いいよみたいなね、そういい女風をね装うんですよね。でそれを、女子部屋に戻ってきて、みんなに話すんですよ。デートに誘われちゃったよみたいなこと言うとね、そしたらゆいさんも、ああいいんじゃないですか、乗馬デートはねお勧めしないですよみたいなそういうことね言うんですよ。まあ彼女的にはねちょっと複雑ですよね。まあ、多分気持ち的にはもう嫌いっていうかね、結構軽蔑してるところまで来てると思うんですよ。いろいろとね思うところはあったわけだし、だから別にそういう意味で男としてはもうどうでもいいんだけど、でも目の前でそういう恋愛を見させられるのはちょっと嫌だなっていうね、複雑なね感情だと思いますね彼女は。でそれに対してセイナさんも、あなんかノアがその全然ね話したことないかったからね、こういう誘われるなんてびっくりしたわみたいなね、それすっとぼけたこと言うんですよ。でこれがですね、実は後のね伏線になってるんですね。あこのことをね覚えておいてください。そしてタカさんの誕生日パーティーが盛大に開かれます、ね、みんなでバルーン作ったりね、飾り付けとかしちゃってさ、でそこでねセイナさんもなんかティアラをね買ってきちゃったっつってね、結局最終的にお前が買うんかーいってねああ主人公大したからね彼女はね、仕方ないよね。まあそれでこうパーティーがねワイワイするんだけど、俺ここでねちょっと地味に思ったのが、タカさんが部屋に入ってきて、それでユイさんが電気を消すんですよ。でそのケーキのろうそくの火をね、タカさんがバッて吹き消して、ユイさんがまた電気をパチパチパチってつけるっていう、ユイさんのカットいるっていうね、いらなくないあれ。なんでわざわざ電気をつけたり消したりするくだりいるのかなと思って。いやたまにねテラスハウスね、ほんと謎カット入ってくからね、そういうところね面白いよね。でまあその誕生日パーティーで、あやさんがですねタカさんにプレゼントね渡すんですよ。個人的にねパンツを、ね、トランクスをね渡すんですよ。それでもうタカさん、いや嬉しいねと、ありがとうっていうか、でもこの二人のねもうなんかイチャイチャがね、いやもうお似合いだったね二人は。なんかそのタカさんのちょっとこう優柔不断なところをあやさんがこうグイグイ引っ張ってくっていう、そういう感じで、いやなんかお似合いなんじゃないかなと思うよ。たまにはねこういうほっこりとかもねあっていいと思う。もう最近殺伐としすぎだからテラスハウスたまにはねこういうのもあっていいと思うけど、まあこのパーティーですね、まあ、いろいろと盛り上がっていったせいで、まあ、裏でね、まあ、あることがね起きちゃったんですね。そして次の日に、二日酔いのセイナさんを誘ってノア君が、デートに行きますね。ランチというか、まあ、カレーをね食べに行って、でそこで迎え酒をするっていうね、セイナさんね、お前の胃と肝臓はどうなってんだってね、まあ、俺だったらもう1週間ぐらい引きずるよあんなことしたら。もう胃腸がやばいよあんなの、すげえイカれてんなあいつな
でそこでそのノア君が言うにはですね、昨夜、まあ、ベロベロに酔っ払って、まあ、庭にゲロをね吐いちゃったんだけど、それをセイナさんが解放してて、でそのなんか流れで2人はキスをしてしまったんだというね話をしてね、でセイナさんも、ね、ノア君もどっちもね覚えてなくて、あはははは、なんつってね笑ってんだけど、一方でそのアヤさんとユイさんがね2人でこうプレイルームで話をしてんだけど、アヤさんもね見てたんですよ、そのキスしてたの。まあ、2人はまあそういうなんかこう膝、ノア君の膝の上にセイナさんが座ったりとか、もうなんかキスしそうな勢いだったから、まあ別にいいかなと思うんだけど、でもここからですね、そのセイナさんは、セイナさんとノア君は実はそのキャンプ前にね、あのキャンプみんなで行ったじゃないですか、その時にベロベロに酔っ払って2人で消えたっていう話があったんですよ。みんなね目撃してたんですよね、2人がどっか行っちゃってたっていう。ってことはですよ、まあもちろんあやさんも憶測な部分もあるだろうし、まあ、僕もまあ憶測でしか言えないですけど、要はその翔平さんとかゆいさんの手前、まあ、彼らに気を使って、そのことが終わってからちゃんと誠実に付き合ってる体で行きましょうって感じで言ってるけど、でも本当はもうすでにキャンプの頃から追っ始まってました、そういうことですよね。いやひどいね。ね、最高になんか滑稽だよね、うん、もちろんね本当憶測だからね、本当に知らなかったっていう部分もねもちろんあるかもしれないけど、でもねこれでそのノア君とさセイナさんがさ、どれだけね素敵なデートとかねロマンチックに付き合おうがさ、もう全部茶番にしか思えないよね。いや素敵なねカップルだねこれは、ね、もうテラスハウスが楽しくなってきた ね。そして最後に翔平さんとノア君が話をするんですけども、そこでノア君がわざわざ翔平さんに対して、いやなんか酔っ払ってセイナとキスしてしまったんよなってね言うんですよ。何を言うんだよあの男は。いやだって翔平さんって振られて熱出してんですよあの人。その人に対してその好きだった女の人と酔っ払ってキスしちゃったんだよねって、それをねわざわざ言う。本当だったらっていうかさ、もう普通に考えればさ、もう振られてんだから、その翔平さんが出てってからそのセイナさんに対してさアプローチすればいいわけじゃん、ね、もうあっちには脈ないわけだから、それが、ね、いなくなってから、ね、そのアプローチをすればいいのに、はいね、嫌だわ。ほんと人の気持ち考えない男って嫌だわ。すごいね彼は。もうなんかほんとノア君とセイナさんってのはテラスハウス史上最高に不誠実なねカップルとしてね祝福されるんじゃないでしょうかね。はい、ということで今回の動画以上です。何か感想などありましたらコメント欄の方にお書きください。それでは別の動画でお会いしましょう。さよなら。